皆様おはようございます。おはよう。今日日本に立ちますよ。今ウーバーに来てもらって車に乗るところですね。じゃあ早速日本に向けてレッツゴー。パパは荷物運んでます。よし、行きましょう。Good morning. 出発しましたよ。今日はウーバーですね。車長く結構止めてられないんで楽しみ。パパ忘れ物ない？え？多分パスポートある。ああ嬉しいニュースがあります。はい、3年間マイレージ貯めました。なのでアップグレードして本日ビジネスクラスです。わー、3年あったからね。そう、素晴らしい。はい、ラッキー。すごい楽だと思います。 OK、 じゃあ行きましょう。はい、さあこっちです。ゴージャスじゃない？ちょっとなんか随分勝手が違うね。それはビジネスですか？まあ、外だね。すごいなんかいいね。エアーカナダ、カナダを出発する感じがしますね。なんかすごい仲良しなんですよ。まずチェックインしますよ。はい、チェックイン終わりましたよ。ちょっとだいぶなんか早いね。早いね。これがプライオリティの力ですか。いやー、ちょっとびっくりだね、これこんな早い。また3年後だね、振り返るの長はい、じゃあセキュリティに入りますよ。セキュリティの間カメラ NG なんで止めます。チェックインが終わったんですけど PC とかカメラがあるからめっちゃ大変。余裕だね。何やってんのパパ。これ音が反応するやつ。ラウンジに入ります。間違えました。ビジネスじゃなくてファーストクラスもらうって言っちゃった。恥ずかしい。戻りますよ。いや、だってあのおじちゃんが俺らをここに、あそこにいるから。俺らの責任？はい。そうですね、ここだったらきっと入れてくれるはず。見て、先生、滝があるよ。滝が。はい、滝、どうぞ。よし、かおちゃん、水もらっていこう。ママ、ヨーグルトから食べようかな。いいか。あ、パンがあるよ。パン食べたかったら取っていいよ。ワッフル、ワッフル。オレンジもある。ジンジャーエール、コーラもある。食べ物ゲットしましたよ。シャワーもん、早く入ってきなよ。時間なくなるから早く入ってきな、シャワー。じゃあ今から4時間待ちます。ちょっと早かったんじゃないの来るの。だから俺言ったじゃん、1時間後後で行って。何があるか分かんないでしょ。いや、そうだねえかほっちゃん。4時間タブレットがあれば別にいいですみたいな。ね、そうだよね。コーヒー持ってくる。フルーツとかもあったよ。パパは何？クロワッサン。コーヒーとクロワッサン。ママは飛行機に乗る前ちょっとお仕事しますね。3人はあんな感じでくつろいでます。 Two hours later. くつろぎ始めて2時間ぐらい経ちましたけど、パパから報告があります。飛行機が2時半まで遅れてます。聞こえてたってママたちの会話リアクション取ろうと思ったのに。来てた。2時半まで遅れるって。なんで伸びます。頑張れ。 OK。 パパ背頑張れないって。ここはもう頑張れ、握手してる。カファ頑張れる。もう限界よ限界。
まあ、もしかしたらさらに遅れるかもしれないから覚悟して過ごしましょう。やっぱ本当シャワーが。じゃあ行ってきなよ。これありえるかもしれません。いいよそんなの。絶対入んないもん。ネタでしょ。カホは原子、セイは YouTube ですね。そしてママはと言いますと、こんなに広げて練習してますよ。 Moments later. ゆっくりしてたはずなのに、ちょっと急に焦らなきゃいけなくなった。カホちゃんがここに食べ物をこぼして洗うのが大変でね。急いで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 。まあ焦るなって。そういうとこ好きじゃない。大丈夫。やったー。どんな飛行機だ。飛行機がない。どこ飛行機見える。見える見える。おー大きい。手が走ってった。もうすぐ日本だって。今からすごい時間飛行機に乗んなきゃいけないんだけどね。はい、海に着きましたよ。イエーイ。お布団付きですね。カホが珍しく汚したセーター。全部は取れなかった。やったよ。いい？いい感じ。私たちにポーチが。ポーチが何が入ってる、何が入ってるのでしょうか。すごいな、暑いですね。ふつふつした。リップバーのハンドクリーム。いいじゃん、これイヤリング付近にいいじゃん。あ、いいじゃん、ちょっとこう。これはマウスウォッシュと歯ブラシだね。うまい。パパどうですか、ビジネスクラス。いや結構ね、やっぱいいっすね。いいっすか。見てくださいよ、これ。時間かかりますね。倒れてフラットになるんだよね。ちゃん準備 OK ですか。漫画まだ飛行機で待機中です。鳥は遊んでますね。違う違う違う。どれくらい待たされるのかな。日本に降り立ちますよ。手はもう降り立ったかな。 Thank you。 ジャポーン。ジャポーン。やっぱもわっとしてるな。いやー確かに暑いです。いやまだ空港ですか。ウェルカムトゥージャパン。ウェルカムトゥージャパン。ニョキ。パンポン。入国も無事終わりましたよ。ちょっと汗かいてる。汗かいてる。暑いね。無事にバスに乗りましたよ。暑い。カナダに比べるとだいぶ暑い。暑い。うん。食べてー。もう夕方なんで、今日は成田空港近くのホテルに一泊します。到着。今日はここに寝るだけですね。みんな疲れ果ててる。ホテル到着です。あ、荷物ありがとう。着いて早速コンビニに行きます。じゃあすごいお弁当とかも売ってんじゃん。 911 電気つけれる。どこ電気。てか真っ暗じゃね。電気どこ。真っ暗で何も見えない。ひどー。あーこっちにも
そっちはベッドだね。ちょっと待って、ここお風呂覗けるんだけど。キャー、お風呂が見えちゃう。あー、パパがお風呂入ってるの覗こうぜ。あー、閉められた。ちょっとさすがに疲れたね。とりあえず大丈夫。明日は福岡に移動しますよ。死んでる。はーい。夜ご飯なんですけど、本日はコンビニです。ホールケーキ。あのね、コンビニ飯食べたかったんですよ。やばくない？カゴの夜ご飯これだよ。ロールケーキって、しかもこの量全部で一人で食べるつもりだよ。これやばいでしょ。スケちゃんに至っては下に降りたくないってママが俺の好きそうなもの買ってきてって。俺のママとお揃いです。アサリとシラスのパスタですね。いただきます。でもパスタにしました。I like it。 袋が開けやすくなってる。いただきます。どうすか、日本のサンドイッチ。おいしい。やっぱもうちょっとね、疲れててレストランに行く元気ないね。ないっすね。でも母ちゃんが上に大浴場があって行きたいって言ってるんで、このあと女子はお風呂に行こうかな。はーい。男子は部屋のお風呂、それとも大浴場行く？部屋のお風呂とか。それが部屋のお風呂だ。わかんない。うまい。うまい。すごい久しぶり。熱そう。ワンパスタだよ。それあんまり食べない。辛いって。That's so good。 美味しいってことね。うまい。じゃあママもいただきます。